こんにちは、あらようこです。この度、2016年3月5日土曜日19時より、ザ・シンフォニーホールにて、あらようこチェロリサイタル2016、思い出がいっぱい、珠玉のシネマ名曲セレクションボリューム2を開催いたします。今回の公演は、映画音楽を中心としたプログラムでお送りいたします。映画音楽といいましても、すべての曲にクラシックのメロディーがコラボレートしています。映画音楽でありながらクラシックの音楽も気軽に聴いていただけるアレンジになっております。映画をお好きな方は多いと思いますが、ある映画監督さんがこうおっしゃっていました。映画を10にした時に7割占めるのが音楽、2割が演者、そして1割がストーリーだそうです。それほど、映画の中で音楽の占める割合は大きいそうです。巷でその映画音楽が流れていても、パッとそのシーンが浮かんでくるような体験を誰もがなさっていると思います。私はオードリー・ヘップバーンさんの大ファンで、彼女の出演している映画はたくさん見てきました。優雅な中にも凛とした女性らしい姿にとても憧れまして、中でもムーンリバーは大好きです。その映画の中でヘップバーンさんは主題歌を歌っていらっしゃいます。今回のリサイタルでも私そのメロディーを演奏いたします。ぜひお聴きいただきたいです。そしてお客様自身、以前にご覧になった映画やその思い出を私の演奏を聴きながら思い出していただけたら幸いです。また今回は映画音楽の他にチェロで奏でるクラシックの商品もお届けいたします。どこかで聴いたことのある曲や、また中には初めてお聴きになる曲もあると思いますが、クラシックにはこんな曲もあるのだという新しい発見をしていただければと思っております。世界中のさまざまなホールで演奏をさせていただいておりますが、こちらのザ・シンフォニーホールさんは私が大好きなホールの一つであります。3本の指に入りますね。ぜひ多くの方に足を運んでいただきたいなと思っております。その中で皆さんにお帰りの際は笑顔になってお帰りいただけたら嬉しいです。ではお待ちしております。